未知への飛行は、1964年制作のアメリカ合衆国の映画、シドニー・イール・メット監督、米ソの核戦争を題材とした映画。現代のフェール・セーフとは、核装備の爆撃機が何かの誤りで、攻撃目標を爆撃することを防ぐ制御組織のこと。日本でのビデオタイトルは、未知への飛行、フェール・セーフ、米ソ冷戦時代のアメリカ、カナダ国境に、 正体不明の飛行物体がオマハの国防司令部のレーダースクリーンに現れた。巡回していたアメリカ空軍の B-58 爆撃機の大素編隊はソ連領災前線の大気ポイントフェール政府地点に向かい大気旋回を始めた。ほどなく司令部ではレーダーの飛行物体は民間航空機だと判明したが、その間爆撃機編隊は モスクワを核攻撃せよとの暗号指令を受信した。司令部の軍事コンピュータが誤作動を起こしたことによる誤った暗号指令であった。これを知ったアメリカ政府は音声通信で攻撃中止を連絡しようとするが通信は途絶しており、編隊は暗号指令を信じてフェールセーフポイントを超えソ連国境に向かった。編隊のうち4機は ソ連側の迎撃部隊によって撃ち落とされたが、一番機だけは攻撃をかわして、モスクワ上空に到達、ついにモスクワに核攻撃が行われてしまう。大統領はソ連の報復による全面核戦争を回避するため、驚くべき決断を下す。カッコ内は日本語吹き替え映画は、ホワイトハウスの地下号、アメリカ国防総省の作戦会議室。 戦略航空軍団作戦会議室 B-58 コックピットで展開される。市民の日常生活はオープニングと映画のラストのみに登場し、ラストのニューヨークのシーンでは市民は核爆発の脅威を感じず爆発の瞬間に映像が静止するシーンで終了する。音楽はアラスカ州の空軍基地のラジオ音楽以外使用されていない。 一方の当事国であるソ連が登場せず、物語は国防総省と戦略航空軍団の作戦室にある電子地図で描かれる。アメリカ大統領とソ連首相との会話はナディ・ハグマンが演じる通訳の翻訳によって描写され、映画は大統領やグロテシェル教授、ブラック将軍、ボーガン将軍などのアメリカ政府、軍部首脳の会話で構成されている。 原作に登場する爆撃機、ビンディケイターワビー58の資料映像を使用しており、迎撃機の回 -104、回10 -102、ミラージュ3、回 -101 もフィルムクリップで描写されている。これは核兵器を適正に管理できていないことを前提とした映画への協力をアメリカ空軍が拒否したため、資料映像しか使用できなかったことによる。 爆撃機変態のシーンは一機の B-58 の資料映像を複数の B-58 が存在しているように編集したものが使用されている。博士の異常な愛情のワンシーン、未知への飛行と博士の異常な愛情、または私はいかにして心配するのを止めて水爆を愛するようになったかは両方ともコロンビア映画の制作作品で 核戦争の危機を描いた点も共通している。博士の異常な愛情は、ピーター・ジョージの破滅への二時間を原作にしており、監督のスタンリー・キューブリックは、本作と競合して、工業成績を損なうことを避けるため、博士の異常な愛情を先に公開するように求めた。キューブリックとジョージは、原作の破滅への二時間と、フェール政府の内容が似ていることから、盗作されたとして、 未知への飛行に対して訴訟を起こした。最終的に両者は和解したため、本作は博士の異常な愛情より8ヶ月遅れで公開されることになった。本作は批評家からは好評だったが、興行成績は振るわなかった。これは同じテーマを扱った博士の異常な愛情が先に公開されたこともある。しかし、本作は 原作の品質を保持しているものとして高い評価を受けている。原作と映画は長年コンピューターの誤作動が核戦争の危機を招くという考えを否定する人々から批判されたが核戦争の危機を描いたことで広く世間に受け入れられている。2000年テレビ映画フェール政府道への飛行としてリメイクされた。監督はスティーブン・フリアーズ、キャストはリチャード・ドレイファス、 ジョージ・クルーニー、ノア・ワイリー、ブライアン・デネヒー、サムエリオット、ハーベイ・カイテルラ。ありがとうございます。